今日はヘアメイクアップアーティストの永井香織さんに来ていただきました。こんにちは、ヘアメイクの永井香織と申します。どうぞよろしくお願いします。もうね、永井さんといえば私の大好きなコーラルメイク、はいね、はい、コーラルメイクといえば永井香織ですよ。まあ、はい、ありがとうございます、はい、もしくは石井美穂みたいな、ね、いや、はい、本当にそうですよね。私ね、コーラルメイクについて誰かと熱く語ったことないんですよ。そうですか。そうなかったから、はい、これは永井さんと語りたいと思って嬉しいです。今日いらしていただいたんです。ありがとうございます、はい、なので、はい、私はコーラルメイクはなんとなくでやってるんですけども、コーラルメイクの奥深くまで今日は教えていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします、はい、こちらこそお願いします。今回は永井さんの方の YouTube にも出させていただいてますので、ぜひそちらのチャンネルもご覧ください。早速なんですけども、はい、まずね、うん、コーラルメイクの定義って何って思うじゃないですか。はいはい、うん、定義ですね。定義、私の中では一番初めに、うん、出した本の中で、年齢も問わず、肌色も問わず、顔型も問わず、どなたにでも似合うもの、それがコーラルメイクですよ、というような風にお伝えしました。なるほど、はい、コーラルをまとうと、それだけでその人らしさ、うん、別人の誰かになるんではなくって、うん、なんかご自身のキャラクターがちょっとバージョンアップしたような感じで、すごく自然体に綺麗になれるよ、うん、それがコーラルのやっぱりパワーであり魅力だと思っていて、うん、自分に似合う色とかっていうのを追い求めちゃうんだけれども、どなたにでも似合うよっても言い切ってます。お、苦手かもとか、ちょっと似合わないかもと思われてる方も、なんか可愛らしいイメージもあったりするから、実はみんなに似合う色、そう思っています、うん、すごくこう、なんて言うんでしょうね、まあ、ベージュとかブラウンが似合うというのはあると思うんですけども、もしかしたらその次ぐらいに、うん、すごくこうフラットでニュートラルに、その人らしくスッと似合う色だと思っていて、うん、ただアイシャドウ、石井さんは上手にアイシャドウにもコーラル取り入れられてるんですけれども、うん、コーラルのアイシャドウにおいては少しだけそのコーラルの選び方とか付け方でちょっとだけ難しいので、私は、まあ、初心者の方はチークリップをコーラルにしておけば大丈夫、絶対素敵っていう風に思ってます。もうチークとリップでコーラルカラーつけたらもうコーラルメイク、はい、そのように私の中では定義していて、はい、まぶたはもういつものブラウンでも OK。 あ、そうすると取り入れやすいですね、はい、私はね、コーラルメイクに行き着いた理由は知りたい、うん、ね、20歳ぐらいはアムラーだったので、水色塗ってたんですよ。アムラー、私もアムラー本当ですか、はい、水色塗ってました。塗ってました、もうギランギランに、はい、で唇真っ白系、はい、水色塗ってたんですよ。でも本当に今思えば似合ってなくって、顔色が悪く見えてて、そうで、周りに似合ってないよって言われても、いいの、これが一番生きてるのって言って水色塗ってたんですけど、はいはい、そこから、まあ、脱却しなきゃいけないってなった時、水色ばっかり使いすぎて何色を使ったらいいか分からなくなったんですよ、はい、で普通は茶色いくじゃないですか、かわいい、はい、でも私はなんか茶色をつけるとめちゃめちゃ老けちゃうんですよ、若い時から今に至るまで。なので茶色はずっと使ってないんです。これは私、いろんな方をとお話してきましたが、そのような方は出会ったことがない。茶色を使ったことがないの。水色から始まって、そして水色はさすがに浮くんだなと思って、永井さんの発想ですよ。水色だと行き過ぎちゃうから、うんうん、ラベンダー、はい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 、ってなって、うんうん、ラベンダーのアイシャドウでしばらく過ごしてたんですね。で少し肌なじみ良くなったんですよ、はい、でもやっぱり水色っぽい、結構浮くんですね、はい、で、あ、水色がダメでラベンダーいけるってことは、少しこうやっぱり肌の色があるもの、ラベンダーってピンクが混ざってるから、ね、はいはい、やはり肌色が混ざってる色がここに乗っかってる方が自然に見えてくんだなと思って、だんだん青みを抜いてって、うん、行った先がピンクだと浮くんですよ、はいはいはい、やっぱ肌が、私は黄色がやっぱ日本人なの で、 そうです、ね、黄色みが強いから、はい、ピンクよりもこういうコーラル系の色、オレンジってなって、はい、オレンジメイクになったんです今度。あ、もうひたすらオレンジでも、はい、オレンジをずっと使ってたんだけど、そうこうしているうちに世の中にコーラルカラー、特に韓国のコスメにそうです、ね、コーラルカラーがたくさん出てきて、はい、あれ、私こっちの方が馴染むんじゃないのってなって、オレンジからコーラルメイクに移行して、そして永井さんの登場ですよ。あー、コーラルメイクを世に大々的に言ってくださって、いや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 、そう言った途端コーラルメイクがあちこち
からいろんなカラーのものが出てきたと思うんですよ。なので今は結果それでコーラルに行き着いた時に一番自分で肌なじみもいいし自分らしくいられるし、やっと色の旅終わったっていう、そうコーラルだからなんかそのやっぱりご自身らしさがやっぱり、うん、自分らしいし、うん、旅を終えてもうすごく満足されただからやっぱりこのハッピー感石井さんを見ていて感じその生命力そうだしやっぱりハッピーで幸せな雰囲気っていうのが確実にやっぱり出る内側から出るものももちろんあると思うんですが、うん、それをやっぱりこうなんかこうマシマシにしてくれるのがコーラルで、うん、さっき石井さんがおっしゃったやっぱ自分の肌色から近い、うん、ピンクでもオレンジでもない肌から近いというところもやっぱりそのコーラルが広くみんなに馴染みがいいというところの理由だと思うのであんまりこう難しくやっぱりない特別な本当スペシャルなカラーだと思います。うーんこういう肌の人はこの色とかっていうのがあまりないそういうことですね思いますね。イエベブルメも関係ない、私はそれはないと思っていてそれで最初の本でもうあの誰でもこれでいっちゃってくださいっていうふうに言っています。なんかコーラルっていうとなんかちょっとイエベ寄りなのかなと思われてブルメの人が使うことをすごく躊躇されてるようなイメージがあるんですけども、はい、そんなことはないないなと思いますし、まあ、あのコーラルの中でもよくいろいろこう厳選して研ぎ澄ませてみれば、うん、ブルベ寄りのコーラルもありますしね、うん、なんかそういったものを選んだり何かニュアンスチェンジャーみたいなもう一つ色を重ねて少し青めにプラスしたりとか、うん、そういうことで自分に似合うより似合うあのコーラルカラーの追求っていうのは可能だとは思いますが、うん、でもねあの大丈夫みんな似合います本当に。さコーラルってサンゴですよね、ピンクのサンゴの色でやっぱりこうなんかこう柔らかい印象だったり優しい印象だったりするんだけれども、プラスもう一つ私はなんか桃をイメージするんですよコーラルっていうと、はい、で桃ってなんかあのジューシーで、はい、美味しそうで可愛らしいイメージ、うんうんうん、元気そうなんかプリッとしてるっていうイメージもあるから、はい、コーラルメイクはなんかその色をつけただけでそんな印象になれる、分かる、うん、カラーなのかなって、みんなが欲しいなって思ってる印象全部詰まってますよね。詰まってるのがコーラルだと思うんですね。大人の方でも可愛すぎないし、うん、気恥ずかしくもないし、だからピンクちょっと苦手ちょっと気恥ずかしいって人はそうコーラル入ってみたら意外と馴染んじゃって、うん、コーラルいいじゃんってなると思うんですよね。私は顔色コントロールするにもコーラルが、はい、やっぱりコーラルの色全部これね取っていくといきなりすごい疲れた人になるんですよ。本当ですか、うん、信じられない本当っていうところで、はい、今日は、はい、あの私もねいろいろ持ってきたんですけれども、はい、永井さんのコーラルメイクの愛用アイテム、うん、おすすめアイテムを教えていただきたいと思います。わかりました。はい、はい、私のおすすめのコーラルリップはお、かぶった。あれあ、何番ですか？もしかして、916、シャネルルージュココボームの916。私は918。でも近いからってこと。あ、でもよりコーラルですね。私ちょっと少しだけブルベの人でもいけそうな感じのコーラルなんです。確かに確かに、ちょっと青みの入ってる。こっちはまさにのドンピシャですね。このリップのいいところはやっぱり少しシアーでね、すごくコーラル、すごくコーラル、うんうん、ブルベより、そう、私はファーストが、イエベの春で、はい、セカンドがブルベのサマーって言われたんです。なのでちょっとブルベに入ってるものも大丈夫だよって言われてこの色を使ってます。素敵です、うん、コーラルの中でもそう、あ、まさにでも自分の肌に合ってるね、うん、シャネルコーラルカラーの出し方上手だなって思ってて、私も本当についついシャネルばっかり仕事でも使ってしまうことが、本当ですか、ご自身で つけてるのも多い、多いですし、うん、そのなんか ご自身を素敵に見せたいなっていうそういうメイクをするとき、そのモデルさんのあまりこう激変させるメイクじゃなくてキャラクターに沿うようなメイクのときはだいたいシャネルのコーラルが出番多いです。かぶりました。わーすごい、はい、次のアイテムは、はい、もう一つリップなんですが、今度はグロスルージュタイプで、これ新しい、あのご存知ですか？よくなったんですよね。そうそうそう、こっちか、潤いがずっと続く、はい、うん、ローラメルシエの取れた後もリップグラッセ、そう、取れた後も潤ってるってやつですよね。はい、すごくしっとりで、これもねちょっと大人っぽい、大人コーラル、そうなんですよ、うん、あんまりねこう
可愛いというより落ち着きのあるコーラル、高発色なコーラルはちょっと気恥ずかしい人に、そう思います。で結構こうオフィシャルなシーンにも最適な、確かに、うん、あの大人っぽいコーラルでして、ツヤもあってそのケア効果が素晴らしいので今日新作ということで持ってきました。コーラルプラスツヤは最強ですよね。そうですよ、うん、間違いないですよ、うん、でグロスだけどそうこの高発色っていうのは結構大切ですよね、うん、落ちにくく結構とどまりがいいのでリップをプルンと見せてくれます。これはね韓国コスメです。ドラマを見ていたら、ソンヘギョがつけてて、はい、もう唇に釘付け何あのコーラルへーってちょっと赤々しいんですけど、はい、コーラルを帯びた赤みたいな感じで、知りたい。これもまたさっきとちょっと似てるの、やっぱりちょっと赤なんだけど、だでちょっと実はシアーで透けるようなジューシーな感じ。いいソルファス、あ、ソルファス、ソルファスです。あの雪って書く、雪って書く、かわいい。コーラルといっても黄みが少し抜けていて、やっぱ赤みが強い。そうです、はい、肌が綺麗に見えますね、うん、これきっと。そうなんです、なんかこういう色をつけるとコーラルリップに私の唇の上では見える。これだけだとなんか普通に赤ちゃんって見えるんですけども、うんうんうん、コーラルに見せるためのカラーです。いいですね、ご自分に乗せてみた時にコーラルっぽくなるっていうリップも、ある意味自分だけのコーラルリップですもんね。そう、そうなんです、はい、ソルファスでした、はい、アイカラーで、はい、コスデコのみんな大好きなアイブロウジェム、はい、これ何番ですか。はい、こちらはPK の881という色で、ツヤの方、そうですね、はい、あの新色って定番ですけれども、はい、本当にもうシアーでコーラル感出るか出ないかという感じですが、パールが角度によってちょっとコーラル味を帯びたり感じたり感じなかったり、コーラルパールなんですね。コーラルパールなんですよね。なので、まあ、本当にそれこそ強くコーラルのアイシャドウを乗せることに少しまだ抵抗がある方はこれぐらいの穏やかだったらいいのかな。ブラウンを刺してからちょっとあの部分的に入れたり下まぶただけでもいいかも。あ、なるほどね、うん、コステコのこのアイグロウジェムは重ねるのに最適ですよね、うん、本当にそう思います。しっとりピタッとつくから、そう、密着感すごいですよね、うん、でほんのり乗せてもあんまりこう色が濁らずに発色が美しいなというふうに思います、うん、はい、はい、アイグロウジェム、そうです、はい、コーラルメイクの私いつもベースとして必ずこれもうね5つ目わでもすごいわかります。レベージですよね。私も仕事ですっごい使います。ここの色、ここの色をベースに使うとコーラルカラーが本当に綺麗に映えるんですよ。その後に使う、あ、一番上の ここの、はいはいはい、ここの色がこんなに一番広い範囲あるから一生なくならなそうに見えるのに、はいはい、すごい柔らかい質感だからあっという間にそこが見えるんですよ。でここがなくなったら次買わなきゃいけないので、そういう意味で5個目、ここがまず一番になくなる方っていうのはすごくもちろんこの辺もコーラルピーチカラーなんですね。 それが可愛い、そう、とっても可愛いので、うん、この辺はいつも下まぶたに使ってます、うん、そしてこれはかなりナチュラルなコーラルメイク、ね、これ1個で仕上げたらナチュラルなコーラルメイクになるので、はい、そこに発色の良さを足したいときに、これ永井さんが作ってくださった N 倍の、ありがとうございます、ミネラルピグメントの01イエス、そうです、イエスという名前にしました、はい、ありがとうございます。石井さんすごい使ってくださってるんですよね。結構長い年数使ってるかな、すごく出来合いしてて、やっぱりこれはあのアイシャドウにちょっと発色、これだと物足らなくってもうちょっとコーラル感出したいなって時にポンポンって指で重ねられるし、あとそれともう同時にチークもいいやこれでつけちゃえって感じ で、マルチでこの辺も私はいつもこう結構ツヤっぽくしっとりめに仕上げてるので、その上からこの粉をピグメントつけていくとうまく馴染んでじゅわっとしたチークになる。嬉しい、できらめき方とかツヤ感が最適なんですよ、うん、泣きでございます。うん、ありがとうございます。くすまない、そしてそうなんです、うん、これも大人の方でも使える色にしたいなと思ってあのこだわりのコーラルになってます、はい、石鹸オフできます。はい、これはもうずっとポーチに入ってます。ありがとうございます、はい、そして、はい、なんか最近プチプラのなんかコスメでも、うんうん、コーラルで優秀なの増えてきたなって思ってて、はい、キャンメイク、チルキースフレアイズ、でも比較的新しい、比較的新しいやつですね、うんうん、これも結構いい感じに馴染みコーラル、なんかここだけが浮いちゃわないで上手に少しだけくすみも入りつつの馴染みコーラルで、はい、すごい使ってらっしゃる、使ってますね発色いいなと、いいですよね、うん、私もじゃあアイシャドウで、うんうん、あの韓国のものがやっぱ、ね、やっぱコーラル、アミューズ、こんな感じなん
ですよ、アミューズのパレットです。アイシャドウ、はい、アイシャドウパレットになります、うん、あのビーガンシアーパレットの03番、はい、シアーピーチっていうパレット、キラキラしたコーラルってね、はい、豊富ですよね。そうなんですよね。私今日実はこれを塗ってきたんですけれども、はい、あの下にここのベージュカラーでまぶた全体、そして下まぶたにもちょっと影を入れて、一旦ちょっと腫れぼったさを少し緩和させてからこの辺のピーチを上に重ねるっていう感じにしました。大人のコーラルメイクですね。鮮やかに色を楽しみたいっていう時は直接でもいいんですけれども、うん、ちょっとこの陰影とか目力も両立させたいなっていう時は少し茶色を仕込むようにしてます。なんかそう聞くと茶色仕込みたくなってくるの苦手でずっと封印してきてるんだけど、いかに発色させるかのパターンと一旦落ち着かせて重ねる、うん、そうですね、コーラルって2パターンあるよってことなんです、アイメイク。そう思っています。なるほど。私もね、はい、韓国コスメまさにコーラル、あ、ロムアンド、うん、これもやっぱり使いやすい01番、ベターザンパレット01、これラメすごい。これはねさすがに大人はちょっとね、確かにこれはちょっともうスパンコールじゃんみたいなこういうのはさすが韓国って感じ。これはでも若い子画面の下とかに一粒二つちょんちょんってつけてたらキャッキャして可愛いんですよね、うん、いい。私はやめときます、はい、私もやめてます。なのでメインで使うのはこの4色、この鮮やかなやつも、そう、これ使います。わ、これを意外と目尻とかにつけてあげると、コーラルの木だけで目尻つけるとなんか目の下のくすみが飛ぶというか。いや、わかります、うん。白っぽいピンクよりずっとコーラルの方がいいですよね。肌なじみしつつも明るく見せてくれて、クマ感とか目の下のどんより感を飛ばしてくれるので必須色、必須カラ ー、うん、です。すごいいっぱい。でもやっぱり石井さん茶色使ってない。茶色全然つけてつかずです。はい、はい、で私はじゃあ、はい、チーク行ってみたいと思います。はい、これはジバンシーのプリズムリーブルですね。これ良かったです ね。私もポーチ入れてます。フェイスパウダーが有名なプリズムリーブルからチークが出ましたよね、はい、こちら色番は3番、全部ね可愛い色でしたけど、全部可愛かった。コーラルって言ったら3番ですね。そうなんです、そうなんです、うん、コーラルの絶妙な4色の配置、全部コーラル、そう、うん、ですので、まあ、もう迷わずこれミックスでつけていただいていいと思いますし、ツヤ感も程よくって、なんかこう意外と発色しそうで穏やかにもつけれる。うっすらですよね。うっすらです。そう、なんかやっぱり今時なんですよ。ちょ、多分昔のだったらばもっとパキッて発色したのが、そうそうそうです、ね、こんなに鮮やかに見えるけど、はい、肌にのせるとうっすら、うっすらですね、うん、付属のパフはすごく小さいのでこれで直接やってもいいんですけれども、やっぱり少しその色が強くつきすぎることを心配したり、ムラづきを防止するようであればブラシ使いがおすすめかなと思って、やっぱり一回ちょっと出して、あ、そうですね、ティッシュとかに出して、これね、ちょっとスポンジよりパフより私はやっぱここに行った方が、そうですよね、ここに一回出すと4色がここでミックスされるで、ブラシでブレンドしてふわふわっとつける。すごく素敵です。もうこれを見てるだけでも上がる、このコーラルの小さなほらお洋服に今日ぴったり、確かにかわいいという、はい、はい、こちらでした、はい、私はチークはこれ持ってきました。指原莉乃ちゃんのリディミュー、はい、03番。プチプラながらめちゃめちゃ優秀で、コーラルを思いっきりコーラルに発色させたくない、はい、ほんのりコーラルなんだなって、透け感とツヤ感がとっても上手で、うん、今の若い子ってチークをぺったり塗らないんですよ。あ、私たち世代はチークをすごくぺったり塗る傾向にあるんですけど、うんうんうん、若い子たちはチークってね、ちょっとでもつけすぎると嫌だって、私の娘とかもほとんどつけない。わかります。若い方、うん、あまりチークしない方も多いですね。多いぐらいだけど、ほんの少しコーラルみとかがうっすら入るとよりなんか可愛いっていう、うんうん、っていうところのニーズに応えたチークなのかなと思ってて、私もそんな感じで透けさせて使ってます、うん、ブラシでですか。これブラシですね、やっぱり、うんうんうん、ツヤ肌にもすごくマッチする、同じあの肌のツヤと感じさせられるようなツヤが出るってことですよね、はい、ギラギラじゃないって。全然ギラギラしないですね、はい、かわいい。ちなみにそのコーラルって、うん、先ほどおっしゃったように、はい、アイシャドウじゃなくても、まあはい、特にチークとリップさえコーラルを使えばコーラルメイクだよっておっしゃったんですけど、はいはい、とはいえコーラルのチークを頬に塗るって、うん、抵抗ある方多いと思うんですよ。そっか、入れる範囲ってどうしたらいいと思いますか、コーラルチークの場合。薄くまず発色させつつも、うん、あまりこう境目がないように、なるべくこうポジションが捉えられなければ大丈夫だと思ってるんですね、うんうん、だから薄く広くっていうのは私の中で最近アドバイスしていることです。ここからここに塗ってるぞっていう風にやっぱ見えちゃうと多分少し気恥ずかしいと思うので、うん、本当にぼんやりぼんやり
どこに入れたかちょっと把握できないけど塗ってるかな、そうですね、コーラルみたいな感じに。石井さんが今なさっているような、これ大丈夫、まあ、大丈夫です。私がずっと言ってるのは小鼻の横、黒目の下、小鼻の横、黒目の下のあたりを軸に、小鼻の横、黒目の下、こういうことかな、この交わるところを軸として、なんとなく楕円に顔の正面に広がっていればそれでいいと思います。私ね、ここの下のラインを決め手がわからないんですよ。いつも下がりすぎたと思って、うん、なんかファンデーションとかで上から重ねて消していくんですけど、はい、下の正解はどこ？そうですね、大人の方だったらやっぱり鼻よりは下がらないでいいんじゃないかな。鼻よりはさ、私じゃあギリだな。鼻よりは下がる。でもね、上すぎるとやっぱ子供っぽいんですよ。ですよね。だからそこに被ってきて、私も底辺はここに被ります、いつも。ここから上で終わってればよくって、でも上すぎないから、やっぱりここに最後の底辺、チークの終わりが鼻の横にかぶるぐらいで、軸がさっき言ったところにある、角があってそれがぼやけて、Cさんのポジションはもうバッチリです。大丈夫ですか、はい、しかも顔の側面は私も禁止しているので。あ、そう、ここもどこまで終わりどこにすればいいんですか。正面に展開して横から見た時にチラッと見えるぐらいでいいと思っています。あ、昔のチークを塗るテクニックとかは、うん、はい、結構もうそうなんですよね。ここにこうじゃないですか、はい、だからやっぱチークを塗ってる人たちってこうやりながらもこっちにこうしていく癖がある気がするんだけど、 それはしない方がいい、うん、あまりそれをすることで顔をシェイプさせるみたいな効果ってコーラルにはないと思うんですよ。これにはないですね、うん、確かにシェーディングカラーでやるならね、ならいいのかなと思います。ベージュっぽいチークもありますもんね。そうですね、それは側面に私も侵入してもいいかなと思うんですけど、顔を四角だと捉えた時に立体的にね、そうそうそう、こういう風に、はい、だとこの面に一応終わらせる、うん、この面だけに仕上げる、こっちに行かないっていう風に思うように。そうか、逆にふっくら見せる効果はありますよね。頬がだからこけてるとか、はい、まぶたが痩せてるっていう方に、はい、そうなんですよ、うん、張り感をやっぱりこう増す効果があるので、うん、張りを出したいところに乗せるっていうもうイメージでいいですよね。じゃあふくっと見せたいところにはコーラル。そうです。なるほど、わかりやすい。そう、こっちふくっと見せたくないものね。うん、見せたくなって広がっちゃうから、私ここを狭めたい。そうですよね。と、うん、いうことも本当にここを膨らませたい。だからこの範囲でいいです。いいこと聞きました。色によってやっぱりありますもんね、はい、効果がね、はい。今日塗っているネイル。めちゃめちゃコーラルネイルです。綺麗な色、これどこですか？これね、もうハゲハゲなんですけれども、コフレドールなんですよ。コフレドール。はい、コフレドールの OR46 番っていう色が、結構高発色のコーラルで、なんかポジティブでテンション上がる、本当にサンゴっていう。しかも指がすごい綺麗に見える色。綺麗に見えますよね、うん、大人の方でも少し鮮やか系ではありますけれども、うん、こんな感じです。あ、すごく綺麗に見える。なので、まあお顔にコーラルがまだ勇気がないよっていう方は、まず指先からもありかもしれない。でもこうやってお顔のコーラルと爪先のコーラルが、はい、こう重なり合って人の視界に入るとめちゃめちゃ綺麗ですね、はい、嬉しい、うん、ちょっと元気になる、元気になる、うん、はい、やっぱりコーラルのその元気な力を爪先にっていうことで、はあ、最後もう一個、はい、まつげを、まつげコーラルにということで、これはちょっとだけあの変形バージョンですけれども、ラズショップというブランドの、はい、マルチプルーフマスカラなんですが、ロブスターレッドっていう色です。おっと、エビ？エビですもうもはやエビです。ちょっとコーラルよりの、はい、面白い大人コーラルですね。そうなんですよ、意外とくすんでいるのでそんなにまつげがもう真っピンクっていう感じではなくって、そこそこにちょっと締まるようなところもあって、はい、少しメイク好きの方へということで、ちょっとだけ個性的ではありますがコーラルマスカラをお持ちしました。下まつげにつけても良さそう。あ、そうです ね下まつげとかと目尻だけ、目尻だけとか、うんうん、だからどこかはいつもの茶色とかにしておいてポイントで入れるとかっていうのもありかもしれない。まず顔になんかコーラルをいろいろ侵入させるのはまだちょっと抵抗あるって方が、はい、意外とここだけ、あ、そうかもしれません。まつげのポイントだけこの色を足してもなんかちょっとだけいつもより柔らかい雰囲気になったりとかしそうですね、はい、そうですね、感触よりはやっぱりこういう色のマスカラの方が優しさは目元に出せるかもしれないので、うん、ちょっとネイルとかカラーマスカラっていうのも番外編でお持ちしました。そっか、はい、そうするとね、もう統一感でコーラル、はい、今日はもう
石井さんも、はい、石井さんがほらワンカラーメイクっておっしゃってました。そう、私はもういつもこことこことここの色を揃えるって、すごい素敵な、迷わなくていいからっていうのもあって、はい、もうそれで統一してるので遊びはないんですよ。なんか変化球もないですし、 いつもこれなんだけど、まあ、でもそれで落ち着いてるのでいいかなって思っちゃってるんですけど、すそういう自分の落ち着くベストメイクみたいなのに出会えるっていうのは本当にすごいことだと思いますし、まあ、でもブルーから始まってますからね、20何年で、まあ、確かにね、歴史がありましたもんねそうやっとたどり着いたコーラルなので、これを大切にしたいなと思うんですけど、でも今日使い方とか、はい、ね、なんかプラスアルファのなんかトータルでの細かい部分だったりのコーラルの取り入れ方とかを教えてもらえたので、多分ね、今までコーラルはちょっと難しいとか私には似合わないんじゃないかなって方も、今日ね、永井さんが教えてくださったあの秘訣を1個取り入れただけでちょっとコーラルメイク取り入れられて、コーラルのね、この色のマジックにぜひね魅了されてほしいな。なんか元気がもらえるんですよ。あと自分自身がなんか何事もなかったとしても、なんかハッピーなことが起きたかのぐらいにポッとする、なんかコーラルつけるとポッとするんですよ。本当にそう思います、うんうん、だからなんか楽しいこともないし、いいことも特にないんだけどっていう人ほどコーラル一色、何かこのタイミングでアイテム、投入してみるといいんじゃないかなって思います。大賛成です。